久保さん、今回買い取り業者にしましょうか。ちょっとな、あの、連絡が来まして、担当がちょっと変わって。で、あの、あの、買い取りのですね、あの、鹿児島まで来てくれるみたいで。で、で、17か18ぐらいですかね。なんか、一応どうですかみたいな、今話してるんですけど。まあ多分これ普通の車だったら、まあ、まあ、鹿児島まで来てくれないですよね。 まあ,ありがたいですねねこれは、ね、本当だったらねこっちから行かないといけないと思うんですけど、うん、そのね安い系だったら、ね、鹿児島まで行っていく,いくらで仕入れていくら利益出んねんって話なんで、うん、まあ今中古市場がね上がってるんでまあ、うん、まあ34じゃなくてもある程度価値がある程度相場で出てるやつに関してはまあ主張してもいいかなっていうところだとは思いますけど本当ねあのこの前 BM 買った時もその営業マンの方とちょっとお話ししたんですけどやっぱり 中古市場、ここ,こ、今、暑いんですよね。めちゃくちゃもう、うん、多分結構爆練してるというか。まあ、久保さんの言う通り、全体のボリュームが上がってるんで、やっぱその新車で買えないんですよね。まあ、買えるけども、待たないといけないんで、すぐ乗りたい人は、すぐ乗れないから。だから、ランクルラン、ランクルか、ランクルなんかは、新車が900万ぐらいのやつが、業者のオークションで1500ですからね。新車で900ぐらいで、 で、まあその話も、その営業の前の人とちょっとしたんですけども、ランクル、新しいやつね <laughs>。だから普通に新車で買って900でぐらい買って1500ですから、もう本当にもう右から左ですよね。だからその600万か500万、もう右から左で出てるっていうね、すごいですよね。うん。だからまあまあ、今は中古市場が熱いですね。<laughs> うん。 やっぱその今すぐ乗りたい今すぐ必要っていう方もいるし、まあ、スポーツカーもそうでまあその新車でまあそもそもスポーツカーの新車がほとんどあんま出てないっていうのもあるしまあ注文してもあんま早く来ないしっていうところでだからやっぱあの日本のね旧車名車っていうのがまあ熱いかなっていうところでうんまああのちょっとね僕は楽しみですねその あの業者のの人が鹿児島まで来てててどんな交渉してくるのかっていうね僕は普通のお客じゃないのでどんな交渉してくるのかなってワクワクしてるんですけど <laughs> 交渉される側まあこっちも交渉しますけどもちろんやり合いとせめぎ合いですよね向こうはできるだけもちろん安く仕入れたいわけですよねなんでまあ僕こっちは高く売りたいわけじゃないですか,だかそこのさじ加減をどうあいみス取るかっていうただこっちの手札いっぱいあるんでださっきも電話してって言ってたんですけどまあ一応あの <laughs> 買いたい人いっぱいいるんでみたいなあのー、もう何十件もねお問い合わしいただいたし買いたい人はいると <laughs> まあもう間違いなく買いたい人は世の中にいるんででしかも買いたい人も一人でいいんですよね一人でいいんで別にうん、まあ、それがありがたいっちゃありがたいですよねあまあ僕もいろいろ手札使って交渉していこうかなと思いますけどうんまあでも中古市場熱いですね本当にうん で、しかもまたそのコロナがね、デルタカーブでまた爆練してるんで、また半導体遅くなるじゃないですか。完全に。完全にこれで半導体遅くなるんで、もう、いや、中古市場、また、ってか、今年ももうガンガンですね、多分ね。うんまあ、何の話かっていうと、何の話なんだろうな。まあ、何の話か分かりません。<laughs> 何の話かわからんけど、えー、動画で返しておきます。いってらっしゃい。